はい、じゃあ実況プレイやっていきたいと思います。潜っていきましょう、はい、やっぱりあれですね、ウルガモスめっちゃ強いですね。このポケモンは強いのはいいとして、ジャロードの出番がないので、ここ変えてもいいかもな。あとガルーラも出さない、うん、ヒップの U どういうことだろう。ガルーラ選出しないですね、このパーティー全然。あー、強そうなパーティー来たな。あ、これどうしようかな。しょってガルーラでいいかな。多分初手ガブリアス出てきて、ガルラ対面したら多分スイクに引っ込んでコスメ入れてくるってパターンが見える、見える。あ、ランド出すか。ランド出してこっちもステロ展開やっていこうか。で、ジャローダーは出してっていいかな。あ、でも削り入れられるとすぐパルノを潰って圏内入るな。ガモスきついし、どうしたものか。ゴツメスイ君が多分確実に出てくるから、そこを機能させなくしたいんだけど、カバかな。カバ刺さってないな、やばいぐらい刺さってないなガルーラの処理ガルーラにした方がいいか、これもしかして。ガルーラの処理はガルーラでやるか。初手ランド出して、ステロ巻いてスイ君出てきて、ジャロダ出してリフト積んでウルガモス出てきて、ガモスどうすんだなるようになるでもダメダメだ、しょうがない、ガモスはガルーラで対面処理するしかないな。うん、リーフストリューハで飛ばないかな。 HP 半分のガモスだったら。よろしくお願いします。飛ぶような気もしなくもないけど、あ、初手か。これは大きい、美味しいですね。うん、ステロから入ります。引いてこなかった、障害とかされても助けなんで OK ですし、攻撃食らったらこっち最速なので、うん、やっぱり座ってきたか。助けはやばいぞ。待て待て、助けはやばい。文字か。はぁ、待って、やけどとかはやめてよ。あー、よかったよかった。じゃあ、封じで。助けかな、じゃあ。助けあったらちょっとやばいことしたな。あー、助けじゃない、よかったよかった。あー、よかった。一番の障害のウルガモス消えましたね。あとはガルーラか。パル。色。あ、いい色ですね。いい色ですね。のんきに言ってる場合じゃないんだけど。ガモス落ちて、パルか。ここはとりあえず封じていいよね。封じか、本当に。最大ラインの地震の方がいいんじゃないの。トンボか、トンボにするか。あ、上から通った。あ、なんかそこ破ってくるか。うん、でこれでガルーラ出して猫打ってランド捨てて、もう一回猫打ってみたいな感じでいきましょうかね。うん、ここつぶてじゃないってことはさすがにあれなんで、破ってくるんで、うん、オッケー。猫打っていきましょう。裏がスイクになった場合はそのままガルーラ捨てて、ジャロダ死に出しからリフト進んで勝ちなんで、なんとかなると思います。ガルラの攻撃でね、ミラコートも出なくなりますし、多分これで勝ちじゃない。あとラス位置に対してジャロダ刺さってないんで、どう打ち勝てるかどうかですが、うん、まあ難しい勝負ですね。ガルーラかな、ラスト。ガルーラだったらちょっとまずいな。ガルーラミラは僕あんまり自信持てませんね。猫、あー、もう一発で落ちそうですね。オッケーオッケー。ランド捨てかな、ジャロダ捨てかな。まあ、ランド捨てだよね、普通に。で、もう一回ガルーラ出して猫打っていきます。パルはもうね、破ってるというか、もうセロで死ぬんで、もう引っ込めらんないですし。うん。ズララ、はい。OK。これは OK。綺麗にいってますね。ここまで綺麗な展開はなかなかないんじゃないですか。なんかこう、まあ、僕有利の綺麗な展開ですけど、こう、ね、勝負がすごいこうね、綺麗に進んでますよね。なんとなく伝わらないかな、この気持ち伝わりませんかね。こう綺麗なバトルしてるなっていう。猫、ね、OK。 さあラスイチとバトルどうかな。ガルラだったら捨て身で突っ張ります。いや、ちょっと待って待って、考えよう考えよう
いきなりひどるけど考えよう。うん、捨て身でいいよね。捨て身行こう。相手も猫かもしんないけど、グロパンの可能性あるし、グロフイ落ちるかな。うちのジャローダ落ちそうだな、怖い。あ、通ったか。 OK、 引かなくてよかったな。グロパン引かなかったら多分グロパンだけど、 OK、 猫圏内ですね。勝ちました。いや、勝ちましたってのおかしいな。まだ分かんないぞ。相手も攻めか。 OK、 勝ちましたね。これは同速じゃなくて僕が先にメガ進化してるんで絶対上取れますね。だからうん、勝ち確でしたね。ここで攻めしかないってことは、うん、 OK。 いや、綺麗なバトルだったなこっち視点からですけど、うん、すごく綺麗でしたね。はい、はい、ありがとうございました。うん、ガブからセロ展開入ってくると思ったんですけど、ガモスから来ましたね。意外だったな。ランドとガブリアスで多分ステロ巻き合ったら多分ランドロスの方が有利なんで、そういう感じですかね。うん、まあ僕のランド多分ステロランドに見えるかどうか微妙なところですけど、サイクルマウスパーティーっぽいんで直帰とかに見えなくもないですが、でもランドロスとカバルドンの並びはあんまりあれですよね、微妙ですよね初手ガブランド対面で引いたらレイパン打たれてカバルドン死ぬみたいなパターン見えるんで、なんとも言えませんねカバルドンじゃなくてスイ君とかにした方がいいかな、もしかして。そしたら結構割と良くなるかな。うん、でもスイ君だとバシャーモに不安が残りますよね、ちょっと。いやでもスイ君の方がいいかもな。そんなにね、椅子だってどうこうすることないし、ランドロスとカバル、じゃあランドロスとスイ君のこう組み合わせが結構優秀だから、難しいな。あとジャローダの枠も検討しなきゃな。ウルガモスのその虫の定め鏡をギガドレインに変えたら、あ、お久しぶりですお久しぶりというか動画ではお久しぶりかもしれませんけど、まあ、僕は何分ぶりだろう、うん、ついついこの間ぶりぐらいな感じですね。どんなパーティーだったっけ、覚えてないんだけど。え、勝ったっけ、そういえば。あ、スカガブだった、そう、スカガブだった。ウルガモスで立てようと思ったらスカガブで負けたんだったな、確か。そうだった気がする。うん、ランドガモス展開でもう一回使っていいかなもうダメかな。今回はカバ入れますね。ライコーにも強いし。いや、ライコーにあんま強くないな。今残飯少ないしな。微妙なとこだな。カバルドン弱刺さってなさすぎてびっくりするレベルですね。うん、ハッサムにウルガモス後出しっていいのかな。うん、なんかあんまり強くない気がするけど。もう一回ランドか。もう一回ランドウルガ行くか。カバかな。こう感じ、こういう感じで。スイ君舐めすぎですね。さすがに舐めすぎ。ランドがいらないか。ステロ展開せずに、サンダーで見ていく。こんな感じか。ジャローダーを入れてしまうと今度は薄くなりすぎですよね。ハッサン向けとしてサンダー用意できてるし、ライコがきつくなったけど、こっちのパーティーライコ出てこない。いやー、どうだろうな。初手ガモスはまあ悪くはないと思う。サンダーでもいいな。サンダーもありか。いや、バナが怖いからこれでいいかな。これで行ってみようか。リベンジしたいな。ネタ割れてるからな。まあ、向こうにももちろんこっちの方割れてるんですが、うん、2回連続で負けるとね、悲しいですからね。うん、よろしくお願いします。初手ガブとの対面は、岩技打ってくれれば、カバルドン引いて美味しいし、激輪でもカバルドン引いて美味しいということで、これでいいと思います。スイ君、はい。まあ、マウゼー、マウゼーな感じでいきましょう。通った。え、何してくれるんだろう。熱湯かな。え、2枚したら剣な入るけどな。ガブヤス熱湯、はい、うん、 OK、 やけどはしないから OK。 ここでふっかけてくるかな。ここでふっかけるの結構怖いはずなんだけど。お、急所がラッキー。うわー、ここか。うまいな相手。
3台行きましょう。吹っかけるタイミングうまかったですね。やっとはバーナーいたらもう詰むな。うん、まあ、ここは10万ボルトで行きましょう。引っ込んだ。はい、ライコーか株かバナか。あー、はい、電磁波でこれは負けましたね。降参した方がいいかもしれない。どうだろう、うん、あーやられたな。引くべきだったかな素直に。うーん、いやでもいや卓に負けたって感じか。もう一回超前しとけば相手ファイアル裏になったら終わってるからゲームが。うーん、仕方ないとも取れる。ヘッドバック、はい。あー一発で引くか。どうしよう、厳しいかな、さすがに。うん、素直に降参しとくか。一応これ PB からしてまだ勝負が分からない可能性もありますけど、相手はどっかのタイミングで TO リークをしてきたりとかするとちょっと負けかけなので、はい、ありがとうございました。うん、まあ、ほぼ無理ですね。負けたか。いや、これ相手裏ファイアローいない場合は、あそこで2枚成功したら僕の勝ちだったので、これはこれでっていうことに。いやでも2連敗は悲しい。やられましたね。はい。ほんといいようにやられてるな。やばい。でもガモスがギガドレ持ってなかったからしゃあないというかこう、やっぱ辛いのかな。スイ君は基本的にウガモスじゃなくてジャローダで見てるんですけど、その不思議花がいた場合っていうのはジャローダ出せなくなるんで、結構こっちのパーティー的に苦しい選手になるんですよね。なるんですよね。理由をちゃんと言うと、まあ言い訳なんですけど。そこもですかね、一応。ゴツメガルラっぽかったし、ガルラ出せばどうかっていうのもちょっと違いますしね。まあ、こっちはゴツメスイ君っぽかったし。いやー、難しいな、ポケモン。はい。さてさて。あ、リザードンか。うちのパーティーはリザードンが重いので、これは、サンダーかランドスから入らなきゃいけないですね、絶対に。サンダーかな、通り的に。いやーでもガブもきついんだよな。ランドからにするか。これ初手ガルラだったらほぼ終わりですね。ランドカバで。初手ガルーラだったらもう本当にやばい。まあ、とりあえずこれで行って、どうしようかな。あと一体。まあ、そうですね。クレセが無理なんで、ジャローダでいいかな。あ、でもリザードンがいるのか。あ、ちょっとグルガモスもリザードン無理だな。ガモスとジャローダどっちがいいかな。迷うな。どっちにしよう。ガモスとジャローダ、ジャローダ出すか。出してないし最近。よし、こっちで行こう。ちょっとなんか間が空いたらね、ジャローダとウルガモスの役割が被ってるみたいな話ずっとしてた気がするから、頑張ってもらいましょう。リストラさせないよという。じゃあよろしくお願いします。リザードン OK、 ショートエア OK ですね。よかった。ってことはガルーラいないよね。よーし OK、 おいしい。じゃあ岩石富士から入ります。僕はここいつも岩石富士から入ってますね。ゼロじゃなくて、そうワイなのに座ってくる人めっちゃ多いから、ゼロ巻いたらダメなんですよね。この対面は。はい、 OK、 これでジャローダの障害がなくなってはないか。まあまだギルガルドがいますが、モシャン、はい、急所、まあ関係ないですね。封じ、当たる OK。封じって技めっちゃ怖いですよね、打つとき。やばい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 みたいな。わかりませんかね、こう。外れる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 っていつも思うんですけど。ガブリアス、はい。ガッカー。カバー引っ込んでもいいな。ハチマキ激鈴だったら、カバー引っ込みたいな。
カバ引くも安定か、うん、ガルラオンもいないからカバの役割ないですね。カバ切っていいでしょう。いやーでもギルガルドがいた場合はまだやばいか。いやでもジャローだとギルガルドってそんなに不利じゃないからな、なんとかなるはず。剣舞でもなんでも、まあ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 、まあ、ガン、あーオッケー、一番おいしい岩石封じか。はい、ここはトリマー自信でいいでしょう。あくび言ってもしゃあないんで。さてさてさて、どう来るかな。マリルリだったら超やばいか。でもマリルリだった場合でも、あ、自信か。あー普通に攻めてくるな。ステロも湧いてこないってことはステロガブでもないっぽいし、氷の牙警戒されたかな、これは。あー怠けておこうかな。ガンプが安定か。玄米 OK。 ん OK か、 OK じゃなくないか。待て待て、地震のダメージどんぐらいだった。ガンプ入って、まあこれでランドロスが上取れるようになったんですよ、うん、あー地震が70ぐらい。いやーランス70ぐらいか、乱数だなマジで。耐えてくれ、これ耐えないと結構まずい。あ激凛か、あじゃあいいや。うん、これは死にます。あ、え耐えるの。え、あ、そっか、ガンププラス死なれだったから。え強。なんでガンプ打ったかっていうと、裏のランドスの地震圏内に入れたいからですね。入れたいとか、裏のランドスが上取れるようになるからですね。ガンプ一発入れたんですが。偉いなぁ。さて、ラムマリルリだと非常にまずいですね。何を選択するのが正解だろう。地震かな。原太鼓が唯一の巻き筋になるよね。原太鼓されて HP 減って悪事でジャローダ死なないから、あくび打ってラムマリルリだったら HP 半分だからリフト落ちる。じゃああくびでいいか。原太鼓、はい、これでラムだった場合はその HP 回復しないから半分になるんですよ。これはリフトで吹っ飛ぶはず。なんていうか偶数だからオーボンだね。 OKOK、 勝ちましたね。寝たらさすがにもうジャローダ無理なはず。あくび、はい、で絶対接触しなきゃいけないから、うん、まあ自身で OK ですね。いや綺麗にいったなこのバトルも、うん、よーし。まあジャロダ出しといて正解でしたね一応。はい、ありがとうございました、うん、ジャロダがいなかったらねアクアジェットが全員に通るので、ガモス出してたらですね、うん、いろいろここ難しい択になってと思いますが、ふー、じゃあまあ今回ここまでです。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。失礼します。